それでは記者発表を始めますが、会見終了後、レクがありますので、個別事例などにかかる詳細の確認はそちらでお願いします。では知事、お願いします。はい、昨日は29名の陽性者が確認されています。内訳は既存12事例で18名、この中には一旦陰性が出て、後の再検査で陽性確認された方が7名含まれております。また新規は10事例で11名でございます。陽性が確認された方に心からお見舞いを申し上げさせていただきます。本日から感染対策期を延長しまして、松山市内の飲食店の営業時間短縮要請を拡充するなど、まん延防止等重点措置と同等のレベルまで感染対策を強化させていただきたいと思います。また昨日、菅総理と私、直接連絡を取らせていただきまして、まん延防止等重点措置の要請を報告いたしました。総理からは、しっかり対応するという力強いお言葉をいただいたこと、県民の皆さんにご報告させていただきます。県民事業者の皆さんには、ゴールデンウィーク期間中も含め、大変なご苦労をおかけいたしますが、第4波を乗り越えるため、ぜひともご協力をお願いいたします。本日説明するのは、主に3点でございます。まず、クラスターの発生状況等と時短営業のお願い。2つ目は、昨日の検査結果について。3つ目には、聖火リレーについてでございます。まず、クラスター関係でございます。昨日は、感染者の確認が28名。昨日は53名。そして本日は29名と、日ごとに数字は大きく変化をしておりますが、その中でクラスターの発生も相次いでおりまして、一進一退を繰り返しながらも、全体としては、拡大悪化傾向にあるというふうに捉えています。また、昨日新たに新居浜市で、医療機関クラスターが確認されました。これまで、今回は突如ではございません。これまでの確認が増えて、クラスターの要件を満たしたというケースでございます。3月後半の、一気に200人以上という大規模、になりました松山市の繁華街クラスターが発生して以降、この1ヶ月で、それまで0か1、2程度の陽性確認でありましたが、連日、大勢の陽性確認が続き、1ヶ月で約1000名の陽性確認となりました。そしてその中で20件のクラスターが発生しています。これまでに県内で発生したクラスターは50件でありますから、いかに集中しているのかがお分かりいただけると思います。4割が第4波で発生しているということでございます。繁華街クラスターの規模の大きさ、変異株の感染の強さ、ともに第4波の深刻さを示しておりますが、本日はクラスターの発生状況やその傾向等を踏まえまして、本県が直面している状況について説明させていただきたいと思います。まずこのグラフでございますが、まずここが11月の下旬の頃でございます。そしてこちらの真ん中が12月下旬から1月末のグラフでございます。そしてこれを一番下が今の第4波、3月下旬以降となります。一番上のグラフはですね、11月の中旬に、2つの接待を伴う飲食店クラスターが発生しました。ここですね、ここが2つ発生しています。そしてその後、応用に高齢者施設が発生し、そして学校のクラスターも2つ発生したのが11月下旬の状況でございました。そして12月下旬の第3波の時でありますが、11月の中旬に真ん中のグラフですね、12月下旬から1月の上旬、ここは26日ですから、
12月下旬から1月の上旬にかけてご覧のように忘年会の場での会食クラスターやキャパクラホストクラブなど接待を伴う飲食店でのクラスターが発生をいたしております。その後も年明けの1月以降は年明けの恒例行事の場等で会食クラスターや飲食クラスターが続きます。そしてその後1月の下旬にこちらと同じように遅れて高齢者施設のクラスター、そして医療機関のクラスター、こういうふうにつながっていたのが第3波でございます。専門家によりますとクラスターには大きな流れがあって、会食などで活動性の高い世代で発生したクラスターが活動性が高いゆえに家庭内から高齢者施設、そして病院などに連鎖し広がっていくものと言われております。この2つのグラフを見ますとその傾向は明らかでございます。一番上のグラフも中ほどのグラフも青い文字で書かれている、ここですね。飲食店や会食クラスターが発生して時間が経ってから緑ですね、ここですね、こちらの緑の文字の高齢者医療機関へとつながっています。そして今の直面している第4波、3月下旬以降でございます。第4波においても実は同じ傾向が見えます。ただこの繁華街クラスターの規模は桁違いでありますから、ここでボーンと出ました。それ以外にもその後この影響がじわじわと広がっていき、やはり飲食店等々へつながって複数の会食飲食店クラスターが発生し、そしてここ最近はほとんどが高齢者施設、医療機関、福祉施設へと広がっています。ただし第4波がこれまでと異なるのは、高齢者施設クラスター等の発生と並行して、今までは本当に飲食店のほとんどの飲食店の皆さんしっかり対応されてますから、この後はしっかりしようということで出てません。こちらも第3波の時もここまでで、あとは飲食店クラスター出てません。今回はそことは違う状況になっています。高齢者施設のクラスターの後も続いているということでございます。今最も危惧していることは、こうした会食や飲食店でのクラスターが再びさらなる感染拡大の次の引き金になる可能性があるということでございます。特に接待を伴う飲食店のクラスターの場合、昨日も申し上げましたけれども、なかなか調査追いかけが難しいというところがあります。また調査も制度の問題で少し考えさせられることがあります。そういうことでありますから、ある日少し経ってから出るっていうようなケースが通常の飲食店よりも高い傾向があるのではなかろうかと考えております。4月1日からの時短要請により、松山市を中心に陽性確認は横ばい、もしくは縮小に向かう傾向が一時ありましたが、再び増加傾向となり、県全体の感染拡大、ここでのまた飲食店、会食、カラオケですから、またこう上昇する可能性があるんではなかろうかと危惧しております。本日からそういうことを含めまして、松山市内のすべての飲食店への時間、営業時間の短縮要請をスタートさせていただきます。そして26日からは、松山市以外のこちらについては、松山市はもう8時、状況が違います。そして松山市以外では、これまでの松山市のケース、9時、そして酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請を始めさせていただきます。5月19日までの4週間で、県内の感染拡大を抑え込むためには、感染が連鎖する契機となり得る会食や飲食店由来の感染だけは何としてでも防げなければなりません。本当にここは心苦しい点でございます。もう大半の飲食店さんはやってるのに、そうだと思います。
感染、自分の店から出すものかという気持ちを持ちながら、考えられる手立てを打って対策をしていただいている、十分承知しております。しかし、今の医療現場の状況を加えると、念には念を、そういった皆さんには本当にご迷惑をおかけしますけれども、ぜひこの状況を受け止めていただきまして、協力をお願いしたいと思います。また、県民の皆さんにおかれましては、飲食店が閉まっているからといって、友人や親戚とその代わりに大勢で集まって、家でバーベキューをしよう、ホームパーティーをしよう、これが感染のクラスターにつながった事例が、これまでも複数あるということは、お分かりいただけてると信じております。この期間は自粛してください。その結果、ゴールデンウィークはいつも顔を合わせているご家族とお過ごしいただきたいと思います。そして、要請期間中も飲食店に行かれる場合は、繰り返しお願いしてきた会食のルールというものをしっかり守った上でお楽しみいただきますようにお願いを申し上げます。ありがとう。昨日、国にまん延防止等重点措置適用を要請いたしましたが、適用の有無は専門家による感染状況等の分析を踏まえ決定されるものであり、要請したからといって必ず適用されるものでも、適用されたからといって自動的に感染が収まるものでもございません。すでに愛媛県ではそれに匹敵する対応を皆さんにお願いしております。この延長措置に合わせまして、重点措置並みの強い対策を講じている中で、最も重要なことは、県民や事業者の皆さんが当事者意識を持って、できるだけ人と会うのを避けよう、できるだけ外出しないようにしようと考え、行動変容を起こしていただくことにかかっております。この4週間で松山市内の市中感染蔓延状態を脱する、県下全域に拡大しつつある感染を抑え込む、全国的に感染が拡大していることを踏まえ、県外からの感染の持ち込み、持ち帰りを防ぐ、このために県の要請を遵守していただきますように、重ねてお願い申し上げたいと思います。なお、本日夜、医療現場の、医療従事関係者、医師会会長さん、拠点病院の先生方、私も毎日連絡を取りながら対応策を打ち出しております。その中で、先生方も直接医療現場の状況を訴えようという気持ちを持って、県医師会の村上会長や県内の主要な医療機関の院長の皆さんが記者会見を行うこととなっております。新規感染陽性者を出さないことが、医療現場への何よりの応援になります。ぜひ、県民や事業者の皆さん、お一人お一人が医療関係者からのメッセージにも耳を傾けていただきたいと思います。それでは、2つ目の検査結果でございます。まず、高齢者施設一斉検査。4月12日以降、施設への感染を防ぐため、感染の拡大が見えている松山市、新居浜市、西条市を皮切りに、後に宇和島市を追加いたしまして、高齢者施設で働く従業員、職員の皆さんの一斉スクリーニング検査を開始しております。新居浜市、西条市は、第一段階の特別養護老人ホーム関係は終了しており、昨日は松山市の施設のまだ行っていない第一グループの検査を実施しました。検査結果は262件、すべて陰性が確認されました。これまでにこのスクリーニング検査では、短期間に3447件の検査を行い、陽性確認は5件、陽性率は 0.1% となっています。施設で働く職員の皆さん方がいかに仕事でも生活でも気をつけて頑張っているかということを示しておりますし、
また頑張ればこれだけの感染抑止ができるということを率先して示していただいているものと思います。心から敬意を表させていただきます。次に全体像、昨日の陽性確認の全体像ですが、年代性別は10代から80代まで、いつものように最近、ここ最近の動向変わっていません。幅広い年代で確認されています。男性女性は17、12名でございます。そして居住地では松山市がまだ多い状況が続きます。そして新居浜市が8名、ただし新居浜市の場合は8名のうち7名が既存事例の追いかけ濃厚接触者等の追いかけ検査で判明した陽性確認でございます。感染経路は引き続き家庭内の感染が多くなっております。そして飲食店5名となっておりますが、こちらは全員昨日公表した飲食店クラスターホストクラブの関係でございますので警戒が必要でございます。職業ですが、引き続き会社員が17名と多くなっています。うち1名は四国電力の協力会社の社員の方でございます。四国電力によりますと、伊方発電所の本体で作業をすることはないそうです。発電所の重要な業務に従事する職員との接触もないということでございました。この後四国電力の方から発表をすると聞いております。次に入退院の状況でありますが、医療機関に入院されている方は2人増えて94名、そして重症者、医療現場の皆さん頑張ってくれました。1人ご回復でございます。7名に1名減の7名でございます。宿泊療養施設に入所されている方は2名増えて47名、そして自宅療養中、医師の判断で入院の必要がないという方々、そして強制力のない中で家庭の事情で自宅療養でを選択するという方々、さらには一部入院調整中の方々でございますが、2名減りまして229名、そして昨日は27名の方が退院ご回復をされました。合計で1681名でございます。次に各事例の進捗状況でございますが、昨日のまず検査数でございます。行政検査は、の関係では11件の陽性が確認されました。検査数は、536件、この中には先ほど説明した高齢者施設の一斉検査262件が含まれております。それらを含めて11件の陽性が確認、そして協力機関の抗原検査等かかりつけ医の先生から確認の連絡があったのが18件、合計で29件、かかりつけ医の先生の検査数はここには入っておりません。1週間に一遍の集計で、先週は1日約250件、すなわち昨日は約800件ぐらいの検査が行われて29件の陽性確認ということでございます。次に封じ込め事例でございます。事例ごとの状況に移ります。保健所、検査機関、全力でフル回転しています。昨日は、13事例が、これには西条市の飲食店クラスター7、そして、新居浜市の会食、こちらですね、ごめんなさい、こちらと新居浜市の会食クラスター8も含んでおります。13事例が新たに完了いたしました。濃厚接触者の健康観察期間終了、事例からの感染の拡大の感染の心配がなくなりましたので、今日から封じ込めでございます。松山保健所も7事例、西条保健所3事例、今治保健所の1事例がこのクラスター以外封じ込めにあります。全部で13事例でございます。次に囲い込み事例でございます。こちらも8事例が加わります。松山保健所の1事例と西条保健所の7事例、この8事例につきましては、現時点での必要な調査と検査が完了、残すのは、すいません、
濃厚接触者の健康観察のみということで、しっかりと対応してまいります。次に調査中事例が、ここに85事例は一括りにしてます。昨日は検査がありませんでした。調査は進んでます。そしてここから下が、次のページのここまでが、クラスターになります。そこから下が、本当に1件、等の確認ですから、これは3件になってますけど、ご家族家庭内でございますので、事例ごとの広がりの危険が今の段階では見られないのがこちらになります。でここが新規12事例になります。で、私の方からはクラスター関係でございます。新たなクラスター事例、新居浜市医療機関のクラスター5、563事例でございます。これまでに職員2名、患者2名の陽性が確認されておりまして、昨日患者さん1名の陽性が確認され5名となりましたことから認定をいたしました。すでに医療機関自らも公表を行っているところでございます。内訳は職員2名、患者3名、合計5名のクラスターでございます。ただし、新居浜市の皆さん、ここはぜひお聞きください。この施設のクラスターは、これまでの陽性確認を受け、すでに全職員、患者の検査は1回終了しております。昨日の陽性確認も再検査での陽性でございますので、濃厚接触者が新たにいらっしゃるわけではありません。囲い込みの最終段階を迎えておりまして、院内での感染の広がりは把握できております。医療機関から外に感染が広がる可能性は極めて少ないケースでございます。そこは受け止めていただきたいと思います。そして既存のクラスター2つで陽性が確認されました。1つは松山市の職場内クラスター5、1名の陽性確認でございます。この方も一旦陰性が出て待機中でございましたので、濃厚接触者はおられません。広がるケースではないことを受け止めていただきたいと思います。そして551事例、飲食店、クラスター10、ホストクラブ、昨日公表した2点目のホストクラブのクラスターでございます。昨日は新たに従業員さん2名、利用客3名の5名の陽性が確認されました。その結果、こちらのホストクラブの陽性確認は15名となります。昨日はその中で今申し上げたように、利用客3名の陽性が確認されておりまして、他への感染の広がりが今最も懸念されている事例でございます。松山市保健所から要請をし、この店舗から利用者に呼びかけは行われていると聞いております。ぜひお住まいの地域の保健所に連絡をいただきたいと思いますが、やはり飲食店、接待を伴う飲食店のクラスターというものは、これまでの経験、今日も説明させていただきましたが、大きな感染につながる懸念がありますので、市として松山市としては店名の公表はいたしませんが、私の方から全ホストクラブという括りで皆さんに呼びかけます。念のためです。念のため、4月7日以降に松山市繁華街のホストクラブで勤務された従業員の方、ホストクラブを利用した方々、症状の有無にかかわらずお住まいの地域の保健所まで連絡をください。そしてその指示に従って受診あるいは検査を受けてください。利用者の発症日を踏まえますと、繁華街クラスターからずっと感染が継続していたものではなくて、この時点での感染ですから、時短要請は残念ながら受け止めていただけませんでしたが、この1、2週間で、感染が再燃した可能性があります。このため4月7日水曜日以降と記載しておりますが、松山特にですね、先週や今週に利用した方は念のため症状の有無にかかわらず絶対に連絡をいただきたいと思います。そして少しでも症状具合が悪いという方がいらっしゃったら、自宅待機の上、その場合はすぐに医療機関にご相談ください。
よろしくお願いいたします。はい、最後に聖火リレーについて申し上げます。昨日県内で聖火リレーの初日が無事終了いたしました。目立った密集状態や混乱もなく実施されまして、組織委員会からもしっかりとした対応だったとコメントも寄せていただきました。地元市長のご協力はもちろんのこと、県民の皆さんの感染回避に向けた冷静で慎重な応援行動の賜物でありまして、深く感謝を申し上げます。リレー2日目となる今日は、聖火はさらに中予から南予へ今向かっています。それぞれ県からの、またそれぞれの市、町からの呼びかけと、ルールを守って、愛媛県ならではの静かな厳粛な気持ちで聖火を見送っていただきたいと思います。なお、昨日ランナーの方からメッセージを預かっております。まずは松山市、残念ながら走ることができなかった方からのメッセージでございます。走りたかったが、点火セレモニー形式ではあっても、この機会を作ってもらい、感謝です。もう一方は、小さい頃から憧れていたオリンピックに何らかの形で参加したかったので、とてもいい経験ができた。成果を五感で感じることができ、嬉しかったなどの声が寄せられました。そしてそれ以外、走られたランナーの市長のランナーからも寄せられています。観客の方がたくさんではなかったから、一人一人の顔を見ながら走ることができて帰ってよかった。もう一つは、コロナなのでライブで見るねと言ってくれた方もたくさんいて、走った後も見たよとたくさん連絡をもらいました。そんなメッセージが寄せられております。ネット中継やテレビの画面を等を通じて、少しでも多くの県民の皆さんに、このようなランナーの皆さんの思いをお伝えさせていただきたいと思います。私の方からは以上です。ただいまの発表事項等に質問のある者お願いします。はい、南海放送です。はい、重点措置についてなんですけれども、はい、現在、松山市のみを要請の対象にされる、はい、お考えというふうにと思うんですけれども、はい、他の市や町、はい、この意味も加えるという、そういったお考えというのはどうでしょうか。はい、これはもう感染状況次第でございます。まあ、今、正直言って例えば今日の新居浜市も人数は多いんですが、説明したとおり、クラスターの追いかけの中で、新規は1件だったかな、1件だけですから、まず申請しても、専門家会議では、訴状に上がるようなレベルの感染状況ではありませんので、今はやっぱり上がるとすれば松山市ということになります。続けていいでしょうか。すいません。もし国がですね、重点措置、愛媛県に適用した場合、愛媛県民の感じる新型コロナへの危機感、危機意識というものは、どのように変化してくれると期待されるわけですか。そうですね、繰り返し申し上げているんですが、適用されたからといって、感染が収まるわけがない、それはもう現実は何も変わりません。ただし、その国も心配しているというメッセージ力は大きいと思いますので、啓発には結びつき、市民の皆さんの行動変容につながることを期待したいと思っています。すみません、愛媛新聞なんですけれども、はい、聖火リレーの関係なんですが、はい、昨日松山市の方、全国で初めて公道の中止ということで実施が終わったわけなんですけれども、はいはい、改めてその判断というのの是非について、改めて知事は今どのようにお考えでしょうか。そうですね、本当にギリギリまで、悩んだところなんですが、この問題は当初から申し上げているように賛否両論があると思います。やっぱりコロナのことを考えると中止した方がいいじゃないかという意見もあれば、もうおそらく今の世代が生きている間に日本でオリンピック・パラリンピックっていうのはまずないだろうなということを考えると、本当に最大のスポーツの祭典、国家事業
ということになりますから、なんとか走らせてあげたらいいじゃないかという意見もあろうかと思います。でその中で、ギリギリまで、実施をするという方向で考えておりました。ただそのために、コロナ対応をしてきたつもりなんですが、なかなか上昇は抑えられても下降線まで、まだ行ってないという松山市の状況を考えると、特に新規が止まっていないという状況はやはり、まん延という前提で考えるしかないんではないかと。そしてもう一つは医療現場の負荷というものを考えると、これは松山市人口が多いがゆえに密になるリスクが非常に高いというふうなことを最後考えまして、ああした形リレー、行動でのリレーはもう中止するという決断を下しました。で、今日先ほどご紹介したリレーの方々、走れなかった方々からの声を聞いていると、皆さんやっぱりいろんなことを考えながら本当は走りたかったと思います。でもそういう状況であるならばこれは致し方がないじゃないかということで、何よりもですね、中止になったからといってリレーの参加者が誰一人欠けたわけでもありませんでした。そしてどなたからも不平の声が上がったわけでもありませんでした。そして昨日はトーチキスという代わりのセレモニーになりましたけれども、全員が笑顔でですね、走れなかった思いをがある中で笑顔で、トーチキスを行っていただいた、ということで、県民残念ながら見ることのできなかった市民の皆さんも、そうした思いは、ライブ中継で、ランナーの思いがですね、きっと伝わっているんじゃないかなというふうに思っています。知事ご自身昨日終わった後のコメントをされる際に涙も流されてたと思うんですけれども、本当申し訳ないです。無様な姿をさらしまして、あれはですね、今申し上げた通りなんですよ。トーチがどん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 近づいてくるんですね。でその中には子どもさんもいれば、お年寄りもいれば、アスリートもいれば、いろいろです。で、もうだいぶ前に決まってたことですから、本当にこの日を心待ちにしてたと思うんですね。でそれが叶えてあげることができなかったことで、その中にも であるにもかかわらず笑顔でトーチキスをしてどん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 こう近づいてくるんですよ。いやあれ見たらね、僕はもう運動選手だったんで、オリンピックっていうのはもう僕なんかもたかが知れてますから、の夢のような舞台、そこをに関連して行われるトーチランナーたちっていうのは特別な思いがあったんだろうなという、そんなところにちょっとね、なんていうんですかね、抑えが効かなくなって、無様な姿を晒してしまいました。そんなことです。今日に関してもトラブル今のところなく進んでいるのかなと思うんですけれども、改めてこう2日間実施ができているかなと思うんですけど、この状況下の中で実施していったことに対する総括というかあたりを聞かせていただけたらと思うんですが。そうですね、おそらく松山市がそういう状況になりましたんで、不安というものも各市町にもあったんですけど、これは市長さん町長さんちょっと感染が見えてきているところは直接お話してどうしようかってこちらも議論をしました。でもやっぱり新規の感染市中の状態を見るとこれはもう十分できる。ただし密を作らないように全力を尽くそうと、そして走らせてあげようというふうな方向で意見が一致しましたので、市町単位で呼びかけは相当やってくれていると思います。そして今のところトラブル混乱一切起こっておりません。またこれは東京オリンピックパラリンピック組織委員会もですね、よく受け止めていただきまして、多分ボリューム下げたのは全国で初めてだと思います。そうしたことも受け止めていただきましたので、まさに全員の協力のもとに厳粛で、静かなトーチリレーができているのではないかなというふうには思います。
愛媛朝日テレビです、はい、今速報が入りまして、政府が東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に緊急事態宣言を出すことに加えて、愛媛県にまん延防止等重点措置を適用する方針を固めたとのことです。受け止めお願いします、はい、すみません、毎日新聞です、はい、今のお話に関連なんですけれども、はい、まあ、愛媛の方では今重点措置が、はい、まあ、方針固められたという話なんですが、はい、一方でその東京や京都、はい、大阪ではその緊急事態宣言の発令というのが入っていると思うんですけれども、はい、例えば愛媛の方で歯止めがかからなかった場合、はい、その緊急事態宣言の要請というのは今の時点でいいんですが、あり得るのかというのを、まあ、全然まだそこまで考えてませんけど、もちろん理屈で言えばですね、さらにこれで止まらなかった場合は、緊急事態宣言ということに、なってしまいます。でもそこまでいったらですね、もう皆さんニュースでご案内の通り、例えば、百貨店も閉まるとか、何もかもがもっと厳しい、もっとさらにっていう厳しい措置に向かわざるを得ないんで、ともかくそこまではいかないんだと、医療現場も含めて経済のことも考えると、なんとかここで止めようという気持ちに一致団結してなっていただける、もうこれにを呼びかけ続けるしかないかなと思ってます。ありがとうございます。すいません、はい、大テレビです、クラスターの今日データを、うん、はい、お伺いしました、はい、まあ、飲食店、会食のクラスターの後に、はい、施設に広がっていくというような話もありましたけど、はい、4波はまたちょっと類が違うというような話でしたが、やっぱ今後懸念されることというと、まあ、4波でいうと会食飲食店と、まあ、ほぼ並行して高齢者施設も起きているというようなお話でしたが、一番やっぱ懸念されていることというとどういった点ですか。はい、やっぱり医療現場を、まあ、なんていうんですかね、急速に逼迫させる可能性があるのは、高齢者施設等々であると思います。でしかも基礎疾患や年齢からいって治療が難しいケースが増えてきます。で、対処する医療スタッフもどんどん増えていきます。ですからここをまず抑えるということで、今スクリーニング検査を優先させて行わせていただいてます。で、その端緒となるのが家庭内感染等々だと思いますので、そのもとで一番大きな影響を与えるのが接待を伴う飲食店におけるクラスター。だからここは何とかしてでも抑えなきゃいけないと思いますので、もう今度こそ時短要請受けてください。これだけは強くメッセージとしてお伝えいたします。すみません、はい、愛媛新聞ですが、愛媛県の独自の感染対策期というのが、まあ、今日から改めてリスタートという形になると思うんですが、はい、そのあたり、まあ、県民へのメッセージというか、いただけたらと思うんですが、はい、もう先ほどと繰り返しになってしまいますけれども、まあ、なんとかこの今日までで感染の拡大を阻止し、減少、沈静化へと思っていたんですけれども、やはり大規模な変異株クラスターというものが非常に大きな影響を与えてしまっているので、なかなかそこまで持ち込むことができない。でも県民の皆さんの大方の皆さんはもう本当に要請を受け止めて、事業にせよ生活にせよ一生懸命やってくれています。でそのおかげで上昇だけは抑えられているというふうな状況です。しかしここでまた新たなクラスターを発生したということを踏まえると、もうこれは延長せざるを得なくなってしまいました。でその中でさらにご苦労をかけることになろうかと思います。しかしここで緩めてさらに拡大したときは、その先はもう緊急事態宣言しか待ってません。今この4週間我慢して乗り越えれば、その先にまた未来が開けてくると、そこをぜひ思いながら行動変容に取り組んでいただきますようお願いしたいと思います。ありがとうございます。他に質問よろしいでしょうか。
それでは会見を終わります。はい、どうもありがとうございます。